ネクスコメンテナンス新潟は高速道路株式会社法により設立された特殊会社である東日本高速道路の子会社として新潟県他の高速道路の補修作業等を行う2008年3月28日設立日本道路公団時代にいわゆるファミリー企業と言われた維持管理会社である 新潟ロードメンテナンスと関越ロードメンテナンスを母体として設立された高速道路の維持修繕会社である。主に日本道路公団時代における北陸支社の新潟県区間の全域を担当している。当期の高速道路上の除雪作業、路面のポットホールの補修等に代表される道路、構造物の維持補修作業を業務の主体としている。その他、SAPA の清掃、 高速道路内外の樹木雑草の伐採剪定管理や高速道路構造物の維持補修を行っている。ヘルメット等は親会社であるネクスコ東日本とデザインを統一しているが親会社はロゴマークではネクスコ東日本と記載しているがネクスコメンテナンス新潟を含むグループ会社はネクスコ東日本グループと記載してある。各事業所において 概ね以下の区間での業務を行っている。ありがとうございます。